。あ、よかったら、じゃあこれください。じゃあね、転用承諾番号って取って切り替えできるんで、口座の引き落としとか分かります？こっちのもう一個の切り替えてないから。もう分かんなかったら、両方ご名義ご主人様ですよね、クレッツは。で、聞いた話でどうしてんの？あ、じゃあもう電話で取りましょうか。そのままあのフレッツに電話して全部確認して、その転用承諾番号で取らなきゃなって方法がにこうやって、まあなんかメールできたやつだな、こっちなんですか、こっちですか、はい、ちょうどメールなんか、まあ、あ、でもそうだガラケーやですね、一回電話しましょう。多分あのタブレットで打つときに、ね、あのね、え、これの機械の料金をどう払ってるかでしょ、今聞いた、そう聞いたやつやから何もまだしないの、それか、はい、これちょっとガッサンでいってんの、これは多分もうドコモ光になってるんで支払い別やから、あ、分かるね、はい、うん、でこっちもドコモにまとめてるんですよ、うん、もう一個の、うん、どんなポイントになるのもうお金あるね、じゃあそれはこれがタダになるぐらいもうお金あるね、いや、ほんまにどうだ、言ったら、これを取るためにめんどくさくなる、めんどくさくなるんですか、ほんまこれが一番めんどくさくなるんですけど、これが入力なんですけど、ほんま僕聞きながら僕がやるんですけど、口座かクレジットの入力しても分かんないですよね、多分設定をしてないと思うんですよ、でも今フレッツの料金、これもともと払ってたんですよ、1月1日に引いたとか、まだ1回も払ってない、あ、フレッツの料金、あ、なるほど、たぶん定期書ぐらいで利用者が来るだけだと思う、あ、フレッツの設定は何もしてなかったですか、あ、わかりました、じゃあ電話しましょう、ちょっともう一回ちょっと取ってみます、入れて、まず入れて、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 
リドコモショップワンダーミナース支店の光関係の広島と申します。はい、ちょっとお客様がですね、転入を証明を取っていただきたい方がいらっしゃいまして、だから本日は変わりませんで、はい、よろしくお願いします。まあ、どこの光になってない方の住所と各本人確認させていただいて、番号を取っていただきます。すみません、変わりましたけど、はい、はい、わかんないです。光電話06-6606、はい、9339、はい、はい、郡山郡司、郡山、はい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 、本人ですけど、はい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 、はい、大阪府、大阪市、浪速区、大黒、三丁目、1-22、ドームシティ、6C。 はい、はい、多分ね、なんか前もう一本のやつと合算するかなんかになってた、口座振り替えたと思うんですけど、はい、住宅です、はいはいはい、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 もう一回言っても6回 C って言うか言います、やっぱり C 号ね、はい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 、はい、ああ、じゃあ090-6249-1242、はいはいはい、はい、増設なので引っ越しじゃないです。はい、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 
僕の聞いてそのままだったらすいません。ちょっI'm going to go to the next one.
世話になっております。私、ドコモショップナンバー御堂筋店、西田と申します。お世話になっております。すみません、ドコモ光の新規オーダーの方を、キャンセルの方でお電話かけさせていただいております。はい。はい、180-324-160-508-513ですね。はい、すみません。あ、ちょっとだけ待ってくださいね。ドームシティの今使ってらっしゃるところは ドームシティ 6C というところで、はい、6階 CO です、はい、間違いないです、大丈夫です。今センターの人にキャンセル入れてもらってますのでね。こっちで、そっちの住所はまた別の住所で、はい、あ、そうなんですか、はい、はい、そうです。メールアドレスは一緒に載ってます。
に数字を受けたネットワークアウトがはい。キャンセルセンターの方で入ったんで、そのまま打ち直していきます、ね。はい、はい、お願いします。はい、どうも。